始ままりした。こちらの番組はウェザーニュースから公式に公式で2023年もやってくれと言われてございます。えー、一発目のキャッチ一番上にあるこれでいこう。そうか。ゆいちからいただきました。これバシライブ2023のサムネがついてる、えー、ツイートなんですけどね。<laughs> 去年の再生数超えましたね。これでまた来年の配信を楽しみに一年頑張って過ごせそうです。ということで。<laughs> こんなものを当てにするんじゃないこ、こんなものがあろうがなかろうが頑張れ <laughs> ということで、えー、そうなのかなちょっとまだ自分で確認してませんけど、えー、ギリギリ超えてんのかなわかりませんけどね。はい、えー、ということでですね、えー、今年も、まあ、どこまで続くかわかりませんけども、やらせていただきます。バシライブ MC のバシと、横にいるのは、 えー、腰が慢性的に、えー、痛いということでねもうどこまで持つかこちらも分かりません総合プロデューサー村 P ですよろしくお願いします。 はい、明けましておめでとうございます。元気ですね。元気に始まりました、ね。今年もよろしくお願いいたします。私も始まりましたよ。はい、本当にね、いやーなんかね、はい、一応あのバシライブ今回もうバシライブ24って言わずにですね、はい、もう1時間ちょいで終わりまして、はい、えー、なんかみんなそれぐらいがちょうど良かったみたいでですね、<laughs> えー、なんかどん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 削れていくんじゃないかなと思いつつ、はい、はいえー、一応やらせていただいたんですけど。はい あのおかげさまでボットがいっぱいあってですねなんかそれなりのアクセスも今年も申し訳なく頂い,いておりまして、うんはい、新年早々であの今わかんない5.8万ビューなのかなこのサムネを見ると<お>なんかそれぐらいになっていて、はいえー、2022年の場所、はいえー、ライブのまあわかりませんけどねこれからなぜか2022年版がこう炎上してねすごい見られるかもしれないんでそれで終わるかもしれませんけど <laughs> まあ今のところなんか並んでかん 出っんのか、勝ってんのかって、なんかそんな感じらしくですね。はい、まあ、来年もこのペースで行くと、うん、まああるかもしれないという、こういう状態なわけですけど。おめでとうございます。あ、いえ,いえいえいえ、もうグロースしてます、ね。<laughs> そうですねテーマ、グロースでしーグロスですからね、もう伸びなくていいのが、もっとほか伸びてほしいんですけどね。ということで始まりましたけど、一発目ということで、なんですかね、もう、まあ、バスライブやらせていただきまして、あ今年も DM を放ししてまたその時だけね、解放させていただいて、いろんなね、知った激励、知ったほとんどないんですよね、もはや、僕レベルになると。いいいややや ええ、あの冒頭で言ってたじゃない。なんなんだっけ。誹謗中傷はムラピー。あ、まあ、そうですね。はい。 本当ね、誹謗中傷ないですよ。<laughs> 僕はあの全部見てますっていうね全部見てますってことなんですけど、うん、あの一応見てんですけど何かちょっとなんだろうなあのふざけた感じの下ネタだけとかも <laughs> <laughs> ちょいちょいありながら別に僕に対してそれが向いてるわけでもなく<ー>、はい、でも僕の中でも、えー、こうちょっと。 強めに来てるのは大体「村ピマター」の話ばっかで「なんか番組どうなってんだこれ」みたいな今の番組ってそうよりも昔のことについてあれは結局どうなったんだみたいななんかそういう話とかがちょいちょいありましたけど本当いつあるかないかぐらいでなんか全然私もですねそういう意味でもうんていうのかな超平和中立なノーモアウォーって感じで。 非常にですね、はい、こう平和な一年のスタートを切らせていただきまして、はい、もうみんなもうバッサン大好きチームになんでね <laughs> 頑張ってくださいみたいな。 んなじばっかりす忖度るゃいみんななもっとと言言いいいいいたこさやいやいやもう全然ほんとんかそんな感じでまあ懐かしいメンバーとかねああまだこいついたなみたいな頑張ってんなみたいなねんかそういうのとかいつもながらのキャラクター豊富な方々がいろいろちょっと番組の中では全部ねもう飛び飛びで紹介してたんであれでしたけどもう後からもう見直しましたけどもうみんな 大好きっ子。<laughs> <laughs> <laughs> しょうがねえないつからもうそんな丸々になってしまったんだいやもうねみんなね太ってるからコロナで丸くなっちゃった見た目も丸くなっちゃったんでねという分かりませんけどねそんな感じで平和なね一時間ちょいを過ごさせていただきましてもはやもう5日前ぐらいですけどね何言ったか覚えてないですけどあれですか村ーは見てたんですかもう僕も死んでました日 までスタジオで仕事しててあそうでしたねであの初日の出とかをね拝んでたわけでしょスタジオのここあの収録スタジオの設営で根黒たけしがあ根黒たけしがいますねじゃ僕着いたらあと十五分前ぐらいに着いたんですけど根黒たけししかいないんですよあれっつってあカンタロドがもいないんだ今日っつってあなんか別のあれでおおえお前できんのいやさっきですね全部あの教えてもらいました で、ちょっと座ってみてもらえますか、はい、っ,つってって、はいはい、カメラテスト的なで、座ったんですよ、はい、でもあの返しのモニターは真っ黒であれ、出てないけど大丈夫、<laughs> あれこれ、出てないですね、これ、本番も出ないやつですかねってそこからなんか変なスイッチカチャカチャ、カチャカチャやってたまにこう、はい、なんか、殴ったりして。<laughs> でパチってついたついたついたこれじゃねえって言ってブラウン管テレビじゃないんだからさ叩いたらよくなるとかそういうんじゃないから今デジタルの世界びっくりしましたギリギリんか行いけんのかなみたいな感じでなんとかいきましたけどその根室武史と入れ替えで僕が帰ったんですああなるほどなるほどなるで自宅でシライムをつけてですよ始まったら寝落ちしちゃうなっていうねホいやもう本当このスリープがすごくあのこれ 別のね、ウェザーニュース NG のハッシュタグでついてるツイートにもあったんですけど、バッシュライブ、とても楽しかったですって、でも一つだけ言わせてください、開始25分で寝てしまいましたって、本当に申し訳ございませんってツイート、ほら、早いんだよ、まだあれだから、気持ちわかるけど、ちょっと早いです、9時半前に寝るな、小学生じゃねえんだからよ、いい大人だろ、お前っって、すぐ寝ちゃうんだから、みんな。 なんですかねこのスリープテック本当にいやいやなんですかね もうあのあ始まったって安心感で始まって安心していたんだあ生きてたわで転っていうねもう何ですか僕神ですかえもう目の前に出たら勝ちですか僕生きてたら勝ちですかあもう拝めたっていうね安心しちゃって安心して寝ちゃってねこれまあまあそう大した話もしゃないですからねそれでもいいんですけどねまあ一年に二回ね一応まあツイッターなりチャットねターンれる時間ということで私も楽し まあなんか何ていうかねあれやると1年ああ年末これで終わったなっていうんかそっから私スタート感あるんでそんな感じにねやらせていただきましたけど、えー、いやもううちのディレクター、うん、まあ今ちょうどポッドキャスト入ってますけど、うんえー、うちのディレクターに関してはですね、はいえー、まだ見てないっつって。<laughs> 言っってててままましただ見ないいんんですせう一応あの番組の冒頭にねスタジオもなんかね何なんだとか言いながら「クリスマスツリーがまだねあるよあんなところに」とか言ってそのモニュメントが知らないけど青いなんかキラッキラ光ったのが落ちてたのそれなんだよっつって投げたら今来たら投げたまんまになって「ああれまだあんだ」って言って2人で笑ってたら勘太郎がキョンとした顔してて。 片付けるわけでもなく、<laughs> うんとか言いながら、<laughs> この青いの、うんなんだっけとか言って、はい、うん、なんでそんな2人で盛り上がってんの <laughs> みたいな顔をしてるんで、はい、あれって言ったら、はいえー、あうーっと、これね、NG、マシライブのときに、ああ、すいません、まだ見てません。<laughs> いいよ、別に見なくても、もう。<laughs> 見ても何にもディレクション関係ねえしいつも言ってるようなことやってるんでねあれですけど、はいまあ、そんなこんなでね、はい、もう私ももう本当に、えー、もう何のために続けてるのかわかりませんが、えー、やっぱりでも DM でですねバシさん大好きっ子たちがね <laughs> 激励激励激励しているんであるまあこれはもう体力、まあの続くかぎりねやっていこうかなとは思ってるんですけどね。<laughs> えー、いやもう本当に <laughs> いやーもっとね、えーあのー、イーロン・マスクさんのツイートみたいにもっといろんなこと聞いた方がいいですよみんな。<laughs> イーロンマスクさんのツイートいつも荒れてますからね非常にあれぐらい聞いたほうがいいですよいや僕もでも言われても聞かれても答えられないことも最近増えてきましたからね分からないこともだんだん増えてきたんでだからね自分が見てるのはいいですけど僕も24時間見てるわけじゃないんでんかあれこれ何の話かなっていうのたまにありますし大体は分かりますけどなんでまあいいですよ聞いても。 待っても <laughs> 来年また DM 開けるんで <laughs> その時に <laughs> そうですよ <laughs> その時にねはい色、は、々、いえー、知った激励頂ければなと思います知ったしか受け付けません <laughs> で知ったは。<laughs> 結局は村ピーに行くようになってるんで、はい、<laughs> そうプログなんか村ピーもさ、はい、なんかなんだっけなあの生存確認できたっつってずいぶん前にあれかなんかで出てたね、はい、あの誕生日がなんかのさあー後ろに映ってたんよあの時田キ,キャスターです、ね、そうそうなんかケーキかなんか食べていてはい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 でなんか左側になんかもうジムのトレーナーみたいな感じで、うん、まあ真っ黒の黒子みたいなね、はい、まああれですよね 後ろにやっぱスタジオね映っちゃいけないんで映り込みとかもしないようにまあ基本的に黒スタッフ黒多いんですけどなんで村 P も黒でねただ金髪だからあんま関係ねえなと思ってめちゃめちゃ目立ってる顔だけ浮き出てくんじゃないかあるかもしれないですけどなんかケーキ食ってる美味しそうにケーキを頂いてる村 P が映ってたというので生存確認出たっつって。 んツイート来てままましたよああ一応ね我々も生きてるってことをねこのポッドキャストもね事前に収録してる可能性ありますからねあの時事ネタ言わなかったらもうわかんないですからねなので一応生存確認もねみんなお互いする時間ということもうなってるということなんですけどまあでも本当になんかまた新しい1年始まったなって感じでございましてまあ頑張っていきましょうってこと なんですけどね、ええ、村ピーはなんか、年末年始はどんな感じだったんですか。まあ、初日の出をスタジオで拝み。で、そっから。あの、今年は。あの、年越しに。お蕎麦を売ったんですよ。それ番組。そう、あの、目ざろでね。はい、はい、はい。で、あの、誰も売ったことなくて。お蕎麦。蕎麦はね、なかなか手クいりますよ、これ。えそれであの、なんか、蕎麦打ち名人っていう。おもちゃを買ってきたんですよ。ああ、はは。二千円ぐらい。なるほど。 なるほど。<laughs> まあドンキがなんかで売ってそうだね。<laughs> はいはいはい。 でそれでこれで本当にお蕎麦が売ってんのかって言って試しに売ってみたんです。はなんかそれっぽい感じになったので。一応そのセットがあるわけね。この蕎麦粉でなんとかでみたいな。あ、蕎麦粉は自分で買ってくるんですけど。自分で買うの。なんかその水回しっていう水を入れて粉をこうくる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 回すんですね。それが難しいって言われてるんですけど。あ、そうなんだ。なんかその機械をくるくる回せばちゃんとうまく混ざってくれるというかね。はいはいはい。 でそれでやって「あれなんかいけんじゃな、ね、いって言ってで本番になってで本番で上ザ郎がやってる風味を出して出来上がったのがこちらですってああ。てはい、っので既製 <laughs> <で> <laughs> 物の普通にどん兵衛出てきたみたいな、ね、<laughs> そうですね最後はどん兵衛食って「<laughs> うめえ!」って言ってい<や> <laughs> 年を越したんですよ。<laughs> 一応日本人であればね、はい、やっぱり年越しそば、うん、あのいつの頃からか、はい、あれちょっと怪しいなと僕思ってるんですけど、はい、なんか年越し、うん、うどんも別にいいですからみたいになりましたよね。 ああそうなんだいやなんんだいやか年越しという意味ではもううどんもそばも別に大丈夫ですみたいな<ー>こう雰囲気作り、はいええ、で多分ですね、はい、僕の感覚で言うと、うんあのー、カップラーメンでそばとうどん、うん、多分うどんの方が売れてますよね。うんうん <laughs> だって赤い狐とさ緑のタヌキでさ去年2022年振り返ってどっち食いました多くええどっちかなでも去年分かんないですけど人生で言ったら人生で赤い方ですね絶対赤でしょ人生で赤絶対飼ってると思うんですよ飼ってますね緑が飼ってる人いるんですか時期的なななもんんででですねあれれいやだかから絶対赤のの方が売てるはず例えば 赤いやつって結構家とかでも目立つじゃないですかで、うちにも赤いやつなんか常に1個ぐらいはあるんですよ緑が常にある感じはしないんですねしないですねええバシケ。バシケだから赤の方がやっぱ人気あるんでコンビニとか行ってもやっぱ赤の方が多いんですよ緑たまにない時ありますから。 あ、あ、確かに緑ないときやるんですよスーパーレベルじゃないスーパーレベル、そうスーパーでもなんかとにかく積んでやんの赤なんですよはいはいで、横に緑が申し訳なさそうにあるっていうありましたはいなんで、結局あの赤も今なんかキャンペーン中みたいなのであのあれですよあのおあげ二枚とか入ってるんですねおおおおで、緑、対して工夫されてないんですよイノベーションがないんですよ 確かににげを枚されてもっいいみたでしょ。だからね緑はもうねなんかだからそのイノベーション止まってるっていうかもう何ていうのか利益ギリギリで回してる可能性あるんで枚入れれらないいんですよ。なななるるほほど。どね。や、のでやっぱねやっぱ赤でもいいですよっていうかうどんでもいいですよっていうことでなんとなく関東を含めですねもはやどっちでもいいっていうふうにしてんじゃないかなというふうに僕は睨んでる なるほどね。はい。そうか。なんで、あとあの。<laughs> 年越しそばってこれは一般論として年越した後、食っちゃいけないんですよねそうなんですよ縁起悪いはずなんですよへえだからもう12時回って多分食ったらそんなに良くないはずなんですよ事前に食えってウィキでは書いてあるはずなんですよでもあれ結構みんな食いながらねテレビ見たりしてるじゃないですかそうですねあれだからそういうメッセージを確実に規制してますね はい、ああそうなのか、えー。まあね演技っていいのか悪いのかわかりませんのでね、まあ自由でいいんですけど <laughs>、えー、あれも間違いなくマーケティング的にかなりコントロールしてるんじゃないかなというふうに僕は勝手に睨んでるんですけどね。<laughs> かなり怪しい情報ですけどこれも、えー。まあなんでね。えだ僕もだから普通に食いましたよ。食べました。えー、だからそれはも普通にカップカップで食いました僕も。<laughs> 家で作ないですそんな。そんななんかこう。カップなんですか。カップで全然十分です。へ<ー>えー だかなんかあのおせち料理とかもやっぱりだから最近ちょっとあれですよねあの年賀状もそうですけど、はい、やっぱりだんだんこう世代が変わることによってやっぱりニーズとかも変わってくるじゃないですか。おせちちちなんかもやっっぱりこうちっちゃく、うん コンパクトに売るのとかがやっぱ多分増えてると思うんですよね昔は何かこうドーンでっかく「どうだ」みたいな「持つぞ持つから大丈夫ドーン」とかっても大丈夫なぜなら「持つからね」っていう感じあったでしょんとなくねおせち料理持ちおせ料理ってそういうイメージあったじゃない今だからどちらかというとそういうのもなんだコンパクトにねまあいくら持つといっても食い切れなかったらもったいないしみたいな感じに小分けになってきてますよだめなので。 まあいいんじゃないですかねそういうのでね。ええー、まあ文化は残しつつも進化していくということで、うんうん、はい。なのでもう、うん、赤いやつは、ねえー、もう一年中食いましょう。<laughs> いやもう金八先生がもうね亡くなっても赤いやつ残りますから永遠ですよあれはそうですねあれはね美おいしいですよねたまに食うといいですよねあれとだからペヤングとかはさああいうのはなんていうんですかねやっぱりそのこう伝統的にオリジナリティのある味じゃないですかなんとなしにえあれはやっぱりこう なんかたまに食うとうまいマーケットで、うんええ、あれは残りま実はペヤングって、はい、僕大人になるまで食べたことなかったんですよ。そんんな大人いませんよ。<laughs> <laughs> ペヤングを大人にななっって食ったら美味しくないんだから<え> <laughs> あれ子どもの頃食ってもう下に張り付いたキャベツとかをペロペロ舐めながら、はい、もうほっする体がね、はい、あってペヤングちょっとコンパクトだったでしょ昔は。それで足足りりねねええじじゃゃんん、ねはい、部活の後食ってでソース舐めながら <laughs> それが思い出としてずっと脳にあるから、はい、大人になって、はい、ちゃんとした焼きそばとかもいろいろ食って 肉とか入ってる、豚肉とかちゃんと入ってるの食っても、やっぱペヤング。ペヤングはペヤングなりにうまいよね。これがペヤングなんですよ。ベビーブーマーのペヤングってそういうもんですからね。何に大人になってから食ってんだ。美味しくないじゃん、そしたら。グーないんだから、あれ。ペヤング売ってなかったよ。ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。 北海道、はい、ペヤング届かなかったか届いどこ,どこ木,曜木曜日に売ってたんじゃない <laughs> <laughs> マガジンってのじゃないから <laughs> マガジンじゃない違うかジャンプは確かに木曜日だったかもしれないけどあ、そうなのペヤングは村ピーの時代もしかすると確かに村ピーノしかも札幌じゃないからねああなかったかもしれないわペヤング売ってなくて北海道は焼きそば弁当焼きそば弁当それは何カップ麺じゃなくてってことカップですカップ麺なのにも関わると焼きそば弁当焼きそば弁当って名前でスープがついてるんですよああ。だからそのえっと戻した うん、お湯をそのカップスープにするっていうシステムの焼きそば弁当ってやつは食べました。みんな食べてた。みんな食べてた。それ今あんの？東京今もある。ああ東京にはない。じゃあそ他でにはま,まだあんの？多分焼きそば弁当。焼きそば弁当。それでもネーミングがダサいね。<laughs> それか、ええ、あの袋麺なんですけど、香港焼きそばっていう。ああちょっと聞いたことあるかもしれないな。味がもうすでに麺に味がついてついて,て、て香港焼きそば。<ー>この二択でした、ね、焼きそばを。さめ北海道なのに香港焼きそば。<laughs> <laughs> はい <laughs> あのカタカナで香港って書いてるんですけど。<laughs> それあの <laughs> 香港さんではなくて。<laughs> それ出る前だもんね絶対ないとああそうなんだその二つでしたねええあそうなんだペヤングっていうのが初めて東京に出てきてペヤングって思ってな何だろうと思って食べてどうだったうだたの？いやそれほど美味しくないだよねだよねいやそうなっちゃうと思うなあの味スープついてないしみたいなだからベビースターだってさあれお湯入れて食ってるやつほぼいないでしょ <laughs> あれ初期はお湯入れて食っても OK <laughs> 半々ぐらいでよかったんだから <laughs> でもあれ全然大人になってラーメンいろいろ食べ歩いた後 <laughs> はい、はい、ベビースターにお湯入れて食ってうめえって絶対言わないからね言わないですよねもう短いからねそもそも麺でもねえからあれほとんどあれもうパスタだからどっちかっていうと。<laughs> めちゃめちゃ細くて短いよく分かんないパスタだからどっちかって言えばでもあれもね駄菓子屋の前にねじゃあこれ今日は寒いからそんなに美味しくないんだけどお湯入れてで食ってみようって言ってで食うってそれこそスープが出てよだしがだしが効いたスープを飲むのがちょっと美味しいんだその経験しないでね大人になってお湯入れて食ったら多分吐くと思う ゲロくてんじゃないのこれ。<laughs> ゲロラーメン食った後のゲロみたいな感じの身近さになってるから、ね。<laughs> 言い過ぎです。言い過ぎです。<laughs> あれもだから美味しいっていうのを事前に子供の頃食べとかないとね。あ そうなんそういうもんだからさもうちょっとやっぱり何食ってるかで全然味覚大人になってからの味覚変わっちゃうからねああそうかもしれないですへそうかじゃあペヤング食ったことないんだそれはずいぶん損してますねあれ美味しいと思えないペヤングのいろんな味シリーズみたいなあるある今ねでっかいのもあればバーってブームになったじゃんピンときてなかったああそうなんだあれなんか僕らなんかはそうきたかって感じなんだからあそっちに行ったかこっち っちに行ったかあ,あ確かに。 一喜一憂してたけどねああ、そうですかまあでもね何でもいいですよそばラーメンいいですよねラーメンまあもうでも最近ラーメン食ってないからね村上もねあっさりしたものしか受け付けませんねでも最近やっぱコンビニ行ってもさやっぱカップ麺もさもう定期的に変わってね名店のやつとかね一風堂すみれとかい大体セブンがそういうの強いんだけどね僕もだ大体食ってますよ意外に食ってます カップラーメンを全部食べきれないんですよ、はい、ああ、それ重症ですね半分ぐらいそれはまずくてというかもう量的に量もそうですし、うん、もうあ受け付けないんですよ、ね、まあだからちょっとあのワンパターンになるからねでもそんなあなたのために<い>最近むちゃくちゃちっちゃいのいっぱいあるからコンビニの、はい コーヒーの S サイズみたいなカップラーメン、結構あるよへ、えー、ちょ小腹空いたらみたいな、ね、それで十分でそれがね、結構売ってますからへぇー、そうなの、まあ、そういうのをなんかね、懐に隠しておくといいですようんうん、うんえー、なんか強盗とかにやったら、最後それ渡せばいとかね <laughs> <laughs> イライラしてるから強盗もお腹減って、<laughs> なるほど。それで取って渡したら、あ三分間時間が過ぎる楽しんでいけるっていう。<laughs> 懐に隠してくださいあのちっちゃいカップヌードル。なるほど、ね。いいですよ。えー、まあそんなことでね、えー、まあ皆さんもそれなりに食ってると思います。はい、あのーうん、僕はあの今日初めてオフィス来たんですね。今金曜日なんですけど、はい、あのそれまでリモートで。うん、ええー、おしたらあのまあ何人かいましたけどね。うん、ええー、あのー なんで、でみすね、太ってますあこの短期間でっていうのとちょっと久々に会ったメンバーとかもいたりコロナでみんな太ってすのさっきもちょっと会議やっててなんかもうちょっとだるい感じの緩い感じの会議なんですよ。であ今年もみたいな感じでノリ的になんかみんな。 こう交付とかね、えー、今年はなんか仕事と関係ないところで抱負、はい、じゃあなんか行ってこうかみたいな流れになってどうですか20人ぐらいいましたかね村ンも言いましたけどね78人ダイエットっつってた。 <laughs> みんなね、なんかこの時期、罪悪感が一番ある時期、あ,<ー>ね、あんま動いてないのかで、結構、飯食って、はいうんね、駅伝かなんか見ながらポチポチ食って、うん、で太ってるかーって、うん、でも仕事も始まってみたいなね、うん、この時期、なんかみんなの中ではダイエットって一番言ってるじゃないですか、<laughs> 1月ぐらいには多分忘れてると思いますけどね、<ー>ねみんな言ってましたよ、本当。あ <laughs> <laughs> で、なんかあのお茶がいいとかね <laughs>、はい、なんか魚のなんとかがいいとかねもう全部フェイクニュースですけどね。<laughs> 痩せたきゃ食うな以上ですけどね。<ー>動いて食うな以上なんですけど <laughs>、はい、もう事書かないですねこのダイエット系とかのこのネタに関してはねあれがいいこれがいいわね <laughs> もう一生湧きますよこれは本当に。<laughs> まあなんでそんなんでねまたチームも盛り上がってましたけども、あそうですね。いやということで、一応ですねまあ初回ということなので、高齢かどうかもわかりませんけどはい一応やっぱりあの予言シリーズあ出た出た毎年予言ちょっと最近ちょっと怖くなってきちゃうんですよ予言シリーズまあ僕ほぼほぼ全部当ててますからね慶応ラウンド三 3連続慶応してますんでね。<laughs> いや <laughs> 俺の、のも,、ね、もう怖いです。はメッシぐらいです。怖い怖い。<laughs> ええ。<laughs> はい。ええ。はい、なんでこれはちょっと言っとかなきゃいけないなっていうことで、はいはい、ええあの予言申しておきたいなと思うんですけど、うんうん、まあ何からいきますかね。今年の予言。今年の予言ちょっと去年何去年。 当てたかどうかも覚えてないんですけど、当てたのはありましたよね僕。なんか IT で、IT そう IT 予言僕ザワザするっていう IT 予言は僕ねリストラの話とあとまあもとでツイッター買収は出てますんでね、ドンピシャで出てますんでね。って言ってたかはわかんない。完全に当てましたんでね。でも IT で、で、あの M&A みたいなキーワードは言いました。あそう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  M&A ですよそうですよもう完璧に当ててますんで これだから今この番組今 IT 業界でバズってますから、はい、<laughs> 当てたぞ <laughs> こいつははいあっそうだ IT 予言か、はい、そうかそうかそれは言っとかなきゃいけないですね村 P はどう思いますかこの,この先の IT は この先の先 IT ですか、えー、今年どんなツイッターは今こんな感じですけど、まあ、全般ねガーファムとか呼ばれてるような、うん、あの大きな会社もそうですし最近ちょっと新しいテクノロジーもぽいぽい出てきましたけどもと例えばムーラピーの,の身の回りの IT 機器お手持ちのアンドロイドでもいいですけどね、はいえー、iPhone か。はい なんでもいいんですけど、なんかこうなるみたいなのありますか、なってほしいでもいいんですけど、この間、ちょっとニュースで見たんですけど、世界の人口の人口の増加で、何年か後、何年って、2025年近く、インドが、あインドは来ますよ、1位になる、もう GDP でもね、来てます、これはインドは中国も抜きますからね、中国抜いて、インドが1位になるっていうニュースを見て。 これは次はインドだと。ああ、なるほど、なるほど。インド株を買うべき。<laughs> インド株を買だなるほどねなるほどいいううふに思ましたそこはまあまあでもまあまあいいですよねそれはまあまあいいと思いますよでやっぱり国としてのやっぱりパワーはね人口とやっぱり比例してきますのでまあなんである程度そこはいい筋ですけどまあかといってインド株といってもじゃあどこなんだって話もありますよねカレーライス インド株といえば<あ>イ,インドの IT ではなくカレーそのものを言ってるわけですね。スパイスが世界を席巻するんじゃないかなと思ってそれはだから食文化的なとか、はいはい、ああなるほどなるほど。うん、あでも、あのー、それはね あのななかかかセンスがいいいと思いますすよお本当ですか、えー、やっぱあまあのーまあ、昔からやっぱスパイスといえばですねうん、うん、もうそれはもうその胡椒の歴史から始まってあこれはもう政治なり国なりのいろいろな道がそこに示されてますのであのー、あれちなみにムラピーはあれだよね、はい、そのカレーライスをまさかのピラフのように混ぜて食べるタイプでした。はい <laughs> すいませんこれあんまり人に言うと、ええ、もうみんなボロクソに言うんですけどボロクソどころの詐欺じゃないでしょカレーをわざわざ分けて入れてくれたにもかかわらず、はい、最初に食うのがね、はい、ぐちゃぐちゃにしてから、はいはい、その <laughs> サイゼリリアアのミラノドリアみたいになってから最初っからあミラノドリアも全部混ぜます一、ね、回混ぜるからら卵をちょっと崩して食べるんじゃなく、はいはい、ぐちゃぐちゃにして納豆じゃねえんだからっていう、はい、<laughs> 納豆すらねあの完璧に混ぜないで食うのが美味しいっていうの、ね、そのね<え>表現がね、はい、ちょっとね あのー、悪悪意意があると思う何悪意はないんぐちゃぐちゃって言うから、はい、なんかちょっとぐちゃぐちゃにしてあの、はい、ホイップみたいにこう空気を入れて <laughs> そ面積を多くしてんじゃないかっていうぐらいのい<や>そっちの方がうまいの<は>おかしい,か、あのー、い味をもん 均等に美味しくしたいんですよ均等にしちゃいけないんだよ <laughs> 味はあれ右脳と左脳で食うもんなんだよ<れ>カレーライスっていうのはうあの、はい、白いご飯とカレーのルーを、はいはいはい 口の中に入れて右と左のその舌で味わって右脳と左脳を刺激しながら食べるものなんだ。あ、そうなんですか。ああ、僕はどっちかというともうあれどっちだ。右脳だけで食ってる感覚だけで食ってるのかもしれないですね。いやだってさ、あの例えばだよ。そのこう寿司食う時にね。寿司ってご飯とまあネタとでそこに醤油をつけて一口で口に 入れるわけじゃないそれでうまいとかまずいとかシャリがとかおうとか、はいうん、とろけるとかいってるわけでしょそれを万が一にご飯とネタとしょう油とわさびをポチョって入れてミキサーでブルッつって均等にして飲み込んだら意味分かんないじゃないですか、うんうん、意外と美味しいしいかもしれないねギトロとかいけるかもしれないねギトロみたいな意外と美味しいかもしれないいやいやそうじゃないでしょ <laughs> そうじゃないのよ何言ってんのなんかもう赤貝とかいろいろねそのいろいろな食べ方その口の中での食べ方あるわけでそれミキサーで平均化しちゃいけないんだからああなるほどね離乳食なんだから僕ちょっと言わせてもらうとうなぎもうなぎはうな重ってあるじゃんうな重あるねご飯の上にドーンと乗ってそうそうはいそたれが上にかかっててあ僕はあれよりひつまぶしでめちゃくちゃに混ぜ で <laughs> ぐちゃぐちゃって言ってんじゃん <laughs> ぐちゃぐちゃって言ってんじゃん自分でお湯バシャバシャあだしをバッシャバシャにかけて食べる方が好きなんですよ俺もそれはそんなに否定 <laughs> はしない そうでしょひつまぶしはごめんそれは確かにあれやっぱり混ぜていやでもひつまぶしの店に行けば必ず書いてあるでしょ1番2番3番まずはそのまま次薬味最後お茶ってねあのホップステップジャンプがあるのにいつもあんたは3番から食べて3番で終わってんだよもうジャンプしっぱなしジャンプジャンプいきなりジャンプジャンプジャンプしてんだからねえだからそこからしてちょっとだからおかしいんだな だからその方が人生が楽しいと思うだからねムラ、はい、ピーはいいそういう意味ではやっぱり宇宙食とか向いてると思う、はい、ああ、ええ、そうですねもう毎日そういうもうチューブから全部入りをこう飲み込んで、はい、ああ美味しかったってこれ自然とナチュラルでいける、ね、<laughs> いけると思うい,いやいける宇宙向きよ、はい でもだから本当にカレーの食べ方は子供の頃から注意はされてましたそれ何もう家族の中でも「ひろゆき」「おかしいぞ」とでまあ学校行って友達に会えば「村田くん」と「おかしいぞ」とずっと会社でも言われてるしね普通にその辺のココスでもみんなに言われてるからね「村田さんなんすかそれ」っつって「うわ」って言われますね必ず言われるそれ逆に今まで会ったこあるの 仲間にその宗派の仲間にあったことあるあえっと何混ぜ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 だから一緒にカレー食いに行って「いただきます」って来ましたっつって2人で一斉に混ぜたことあるいやこれはないですないよ絶対ないよねだから絶対波動中の波動だよ不思議なんだよでも世の中にはいるはずなんだいやどうだろうねリスナーセブンをしていないと思う 万が一いたらね、えー、あの、写真と共に送っていただきたい。<laughs> これですよねっ、つって。リスクあるから、それ、その写真を送るのにも。 フェイクできないよ。食わなきゃいでないんだからそれ。ね、いや見た目だけの話をされたら、はい、僕も理解はできるんですよ。見た目だからおかしいから。見た目、ええ、ぐちゃぐちゃ。なんかあの何そのドライカレーじゃんみたいな。まあまあまあ。よく言われるんですよ。ドライカレーならまだねパサパサしてるから、うん、なんとなくわかるんですけど、うん、普通のカレーだとぐちゃぐちゃしちゃうじゃない。本当 <laughs> 離乳食みたいなんでだ,だから。ああそうですね。ちっちゃいなんかスプーンみたいので、はい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 。<laughs> 食べれた食べれたこぼしたみたいな感じなのよ最高ですねプレイですよねそういうプレイじゃねえよいやねだからいないと思うんだけどねいやだから村ぴーがスパイスを語るね資格は僕はないと思ってるんです話戻すとインドのインドのカレーのねスパイスをあれもナンつけて食うわけですけどねあれをその食べ方してるもう日本人のカレーライス文化の冒涜ですからあれ それにスパイスがって言われるのはちょっとどうかなとなかなまあ思いつつですね、はい、やっぱりあのこうパターンがいっぱいあるということは、うん、やっぱり正義なんですよこれから、うんえー、どちらかというと、えー、なのであのスパイスいっぱい入れて自分なりの味とか、うんうんね、自分にフィットするっていう、うんえー、これは非常に AI と相性がいいですからな,、うんえー、なのでそういうマッチングなのであなたにピッ の、今この瞬間のあなたにぴったりのスパイスの配合のカレーですというのをこうリコメンドする AI がいればですねこれはいけるかもしれませんこれはインド中で流行るかもしれません分かんないじゃん自分などんなスパイスでやったらいいかとかこれだからあのワインとかねあとはなんだろうなあのまあお茶とかもコーヒーとかもそうですけど。 なんかこうブレンドとか混ぜたり、はい、あなたにフィットするってもう1,0001万のオーダーのこう、うん、選択枠がある中で。うん 知ってる人は知ってる人で俺はこれとかあれとかキリマンジャロがどうとか言ってるじゃないですかそういうのでも分かんないっていう人向けに AI がやってあげるこれはね結構いいんですよなのでこのスパイスに目をつけたのはですねなかなかピリッと効いてますねこれあるかもしれませんスパイスとかのリコメンドエンジン系は食のリコメンドとかね飲み物のリコメンドはこれも永遠に来ますんでうん はい、これはもしかするとフードテックであるかもしれませんね。うんうん、ただフードテックのイメージはやっぱりね「混ぜこじゃで食べる」は正反対に言いますんでね <laughs> 自分に合ったものっていうこの微妙な違いみたいなものを楽しむのがそっち系なので、はいえー、平均化して混ぜこじゃでぐちゃぐちゃでびちょびちょっていうのが大事です。 <laughs> みんなが同じものをもうこれで食っときゃいいですみたいなのが違うんですよ。 あなたのためにっていう方向性なんでもしですよ今人口が80億80億超えたと言われてますけどねでピークは100億超えあピークアウトそのあたりでするって言われてますからねそうした時にもうあれなんですよその100億人を養っていくだけのタンパク質がないというお水とかいろんな問題ありますからねそのタンパク質を補うことができるのが虫だって言われてるんですな そんなに食ってないですよね。じ、うん、あの人類はね、はいはい、食ってる地域ももちろんありますけど。昆虫食をするにあって、はい、虫の握りって食べられない。と思うんですよ。ああ、そのご飯と。その上に虫が乗っていて。<laughs> セミが乗ってる。セミが、セミなんかちょうどいいですね。あれね。<laughs> サイズ的にはちょうどいいですよセミなんかははいはいはいどうぞでも昆虫食が食べられるであろうっていうのはやっぱりぐちゃぐちゃにああ混ぜ混ぜに混ぜ混ぜにしてるからというにすればタンパク質として食べることはできるなんでぐちゃぐちゃがいいんじゃないか僕は人類を救うと思ってますああ全然違いますねこのカレーの食べ方が真逆ですねはっきり言って100年後めちゃめちゃみんなセミ食ってます 「いやいいセミ入りましたよ」ってその場で殺しますから「ミーミーミー」そのまま食いますからね踊り食いありますからね息がいいですね生がいいですねはいちゃちゃっと足だけ切ってね羽もパパンと切ってねその包丁さばきがまたすごいのシェフが「ミー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 パンパパンパン!」「はい」っつって出てくるのがカリッて食ってね「これはいいセミ入りましたね」っつってますから。 変わりますよ。セミ爆弾とか言ってる場合じゃないですよ。<laughs> 怖い話じゃないんです、セミっていうのは。<laughs> はいはい、もう愛おしいもんですよ。<ー>ええー、もうその時にね、えー、ゼットンがもう一回バズってます。<laughs> <laughs> ウルトラマンの。ゼットンがすごいことになってます。<laughs> ゼットンが今のですね、何、はい、ですかね、あのー、なんだろうあのなん、あの、サンリオのポムポムみたいな、あの、<laughs> 可愛い,いやつあるでしょ。ポムポムプリン。そう。はい、ポムポムプリンとほぼ同じ状態になってます。はい、ゼットンが。もう可愛く、て、美味しそう。あ<ー>あ、美味しそう。そうかそうかゼットンちゃん、美味しそう。<laughs> みんな思ってます。その頃。<laughs> 大バズりですよ。<laughs> 本当ですか。まさかの、えー、まさかのもう一回ここできたかっていう。<laughs> はい。スブラヤープロもね、そう。びっくりですよ。<laughs> いやー。 でもおかしくないですよねそういう世の中がね嫌ですよいや、虫が怖いとか気持ち悪いっていうのはあれみんななんでこうなってしまったかはもう明白で虫がいなくなって身近じゃなくなって急に出てきたから怖いんですよ全然今までね綺麗な場所に住んでてねそれででお風呂入ろうかっつってたまのなんかわかんないですよ旅館かなんかとかにね行ってお風呂入ろうかなって言った時に急にでっかい虫がボンと出てきたから日常で見たことないから だから、うわーって、うん、キャーとか言ってんですよ。うん、全然話にならないですよ、あ、うんな、ええ。犬とか猫だって、全くいないで、うん、どっかで山の中で急にハスキー出てきたら、うん、キャーってみんな来ました <laughs> 犬とか来ても、うわつっ,って、逃げろっ,怖っ,っ,てって、こわって。<laughs> なるほど。プードルなんか来たら、もう、うん、もうみんなもう瀕死の状態ですよ。<laughs> なんだこの。 ほわほわして気持ち悪っつう、はい、身近にいて可愛いと思ってるからわあ可愛いっつっつうんですよだからあの普通にセミも毎日食ってたら全く怖くないですから <laughs> 全く怖くないですよセミなんか毎日食ってるんですから <laughs> ちょっと小腹減ったらすって出して食ってるんですから、まあ、全く怖くないですよセミも<笑><笑>全然怖くないですよああ怖いな,なんかそれいやーもうあのなんかあれと一緒ですよ食べっ子動物と一緒ですよ <laughs> <laughs> 一瞬、顔もパッパン食いますよ全然怖くないですから <laughs> <laughs> 身近にあるかどうかだけで<ー>そ人間なんか変わりますからね<ー>、えー、な,ないものだけが怖いんでんあったら全然怖くないですよなるほどね、えー、なのでそれはもう身近にもうセミが、うん、う夏の風物詩でウーってなった瞬間もうみんなよだれ出てますから7年もの七、えー、<laughs> 7年下で寝かしてて <laughs> はい ようやく出てきたもうもうね「2」はね初物っつってね、はい、もう脱皮して出た瞬間の柔らかいっつってはそうす<え>あれは意外にねあれはグミみたいで美味しいっつってたから <laughs> えもうそういうもんになってるかもしんないですよもう100億ぐらい人口いってた時には何でも食いますよ本当にタンパク質求めてまあなんでね、えー、<laughs> それはもうちょっとどうなってるか分かりませんけどねその頃には。 <laughs> えー、まあ予言の話で,した、ね、そうです予はだまあじゃあ IT から予言していくとですねまああのー、これはちょっともう真面目な話すると<お>2023年は。はい IT の年としては非常にあのつまらない年になります、ね、えそうなんですかなんかもうなんか新しいものとかが来ないう,ん、うん、うわやられた、うん、まさかの、うん、これがね全然ない年になります、はい、これなぜかというとですねこれはあの IT 企業はい、はい、今ですねあのコロナ禍の時にもうバグ上がりしたんですねう、ええ、もうみん。な結局で頼むし みんなアリババで頼むしみんなもうねリモートでっていう感じでもう IT しかやることがないんでネットフリュ見るしかないんでっていうもうこれからはもう完全 IT だってだってブワーって爆上がりしたあと今どうなってるかというとアマゾンさんとかねフェイスブックセールスフォースさん もうこう何ていうかすごい盛り上がってた企業が今リストラっつってもうレイオフレイオフレイオフになってるんですねちょっと取りすぎちゃったねっつってはいなのでまず体力的に今その IT 企業はですね結構あのレイオフでちょっとすっきりしようっていう感じでここでも完全にダイエットモードなんですよもう今はもう完全にダイエット状態なのでダイエットしてる時ってどういう状況になるかというとなんかやっぱり こう新しいことをやるってよりも、うん、どちらかというとこう、ね、食べないとか、うん、こう勢いないですよね。うんええ、なんで、まあ、そういう感覚で言うと、うん、やっぱりちょっとあのいまいちこう新しい生むパワーっていうのが 感なんかのが一点目ですね。うん、なるほど。これ二点目はですね、はい、これの方が多分どちらかというと、えー、後から聞いてくるんですけど、ここに三年 IT 企業ってオフィス出社してないんですよ。うん、ああ確かに。もうみんなリモートリモートで。はい。IT 企業こそリモートでやりやすい。うん、リモート最高。うん、リモートでいいじゃん。もうこういうのがもうずーっと染み付いたんですね。うん,うん。で。 確かにリモートは効率的で非常にいいので別に何も困んないし逆にこっちの方がいいねっていうのが一般論だと思うんですけどこれやっぱりあの IT のしかも中盤とか後半にいる人たちがリモートで効率的になってよかったねって別にいいんですけど戦闘を行ってる方々におかれましてはこれがいわゆるあのガーファムとか呼ばれてるような方々ですけどねあの人たちって人類一歩先に進めなきゃいけない戦闘中の戦闘なんですね。 先頭にいるってことは、これ、うん、なんかふっとしたアイデアとか、うん、おっていう。なんかこう、熟成されてポンと出てくるクリエイティビティ。うん、こういうものがやっぱり前に進めるわけですよ。うんうん、それがやっぱりリモートで作りづらくなってるんで、うん、もしちゃんとみんな集まってワイワイガヤガヤやって、うんうん、もう酒かけ合って、うん、<laughs> ピザ投げ合って <laughs> ね。 そういう感覚でぐちゃぐちゃしてたらもうちょっとどうせあの辺にいる人たちみんな天才ですからその人たちからポンと出てくるとかなんかこういうのやってみないみたいな無駄から生まれる素晴らしいものっていうのがたまってるはずなんですけど。 ここ23年こんな状態だったんで、うん、その回ってはいるんですけどうん、うん、なんいいな可能性が高いんですよなのでなんかこう突発的なちょっと馬鹿げたアイデアとか,、うん、なんかそういうノリとかうん、うん、遊びみたいなものがここ23年ないのでうん、うん、結果的にです、ねうん、あの人たち戦闘なんでやることの数年前下手すると5年前ぐらいからやってることがうん、うん とリリースされますんで、うん、ここの12年はですね、うん、なんかその辺のパワーが足りない可能性が高いんですよ。よって IT はあんまりなんかワオが特に大手のとこから出ない可能性があるよって結構安定してくるという見方を私はしております。逆にチャンスなのはですね、お、はい、盤とか後半スタートアップとかね、うん、えー、そういう見あんまは関係なりんで、うん ええ、なのでそういうちっちゃいもしくは中規模なところが一点突破で「おおっ!」っつって結構大手が「う,んうわそこやられたわー」うんうん、とか「うんうん、そこ持ってかれちゃったな」みたいなことが起きる可能性ありますんではっきり言うとウエザーさん大チャンスですね。うん <laughs> 1> <laughs> 1点突破でちっちゃいですからまあもう大手のところから比べたらちっちゃいですよ。んえーまあ、なんでそこは結構ね、うん、いきなりいっちゃうかもしれませんよ。んえーまあ、だからまあガーファムにね、えー、もしかするとですね、うんえー、うちの新人のね、えー、小林キャスターとかが、うんえー、もう一人で、えー、倒しちゃうかもしれません。<laughs> 一転 <laughs> 突破できちゃうかもしれません。あなるほどなるほど。ええ、もう一気なりもうバズっちゃってね、<ー> <laughs> 買収しちゃうかもしれません。<laughs> されちゃうんじゃん。小林キャスター、ーええ、Google 買収って。<laughs> キャスター買っちゃうかもいモーニング1個ぐらいで買えるっていうグーグルどういうケースなのイブニングで大体そうですねまあセールスボスぐらい買っときますかすごいそれぐらいね大逆転が起きる可能性もありますよね一点一点では結構面白い企業が出てくる伸びる企業が出てくるっていうのはあるんじゃないかなと思ってるんですよねなるほど りがないだって iPhone だってもうないでしょ iPhone も全然びっくりしないでしょ僕も一番いいの買ってますけど今もなその13か14かなんとかプロとか全然もう昔見た時に「おおっ」つってもね目ん玉飛び出そうな感じありましたけど今飛び出てのここ3つのカメラだけでどんどん飛び出てきていらねえなこんなに俺そんな撮らねえもん俺遠くとかも近くももう老眼だけ見れりゃいいんだよ っていうぐらいで、<laughs> まあ、だから、あんまびっくりしないじゃないですか。うん、だから、びっくりするのは、もうちょっと後でしょうね。う 嘘こんなんすげえっていう、例えば VR のむちゃくちゃえぐいやつとかね、なんかそういうのが出てくるのは、まあもうちょっとね、23年じゃないような気もしないでもないっていうのが、まあ私が見ていますね。はい。まあなんで、予言という意味では物足りないんですが、そんな年になるんで、逆に言うとちっちゃいところ、中堅はチャンスなんで、これはもう頑張っていくしかないですね、これね。なるほど。これは当たりますよ。120%当たります。そうですか。なんか出ててきもね 僕はね、大したことをねって言い続ければいいだけですから。<laughs> そんなの昔からあったよって言えばいいだけなんで、<laughs> これはもう絶対当たります。ロケですね。<laughs> <laughs> 読みが浪になってました <laughs> いやでもだからこれからねやっぱこうちょっとできればねまあコロナも終わって頂い,いて戦争もなくなってねなんかこういい感じになってくるとねえ23年はいい年になりますけどねえなんか平和な年になってほしいですよ私のバシライブのようにえ超平和な年になるんじゃないですか。 なすれそうですね IT もびっくりすることないから SNS もねもうそんなにねこう興奮はしないみんなねそろそろうんえぐいの出てきたって多分そんなになんないでしょうねもう出そろっちゃってるんでねええまあなので結構そういう意味ではあれかな平均化されるということで結果的にはムラピのカレーみたいになっちゃうんじゃないですかねやっぱり、ぐちゃハハどこ。 でもこの味っていい。あ、そうですね。えー、はい、そういう感じに、まあ、馴染んでくるという意味では、え、いいのかもしれませんけど。あ、というね。はい。もう大予言も、年始早々、もういきなり当たりましたね。<laughs> もう当たっちゃいましたよ。<laughs> もう当たった。何にも驚かないですよ、<laughs> 僕は。<laughs> この先何が出てこよう。えー。 まああとはあれですよねあのメーカーさん、うんええ、メーカーさんがどう出るかですよね、うんええ、あの先日もあのソニーさんとかがね、はい、車出したりとか<ー>あの CS っていうまあラスベガス、はい、今ちょうどやってるのかな、はい、あのイベントとかで発表してるんですけどね、うんええ、まあその辺はちょっと踏ん張るところでしょうね、うんええ、やっぱり今までのノウハウとかっていうのをこう、うん 変化させていかなきゃいけないですね。うんえー、なんで変化の年ですね。うん、あの、ものづくりの方々におかれましては。なるほど。ここで変化できないともうチャンスないっていうぐらいの勢いでやらないと、うん、はい。もう次の時代は頑張りきれないかもしれない。うん、まあそんなとこですかね。うん、なるほど。ええー、なので、ちょっと前まではやっぱりね、なんか全部がもう IT で終わるっていう、うんね、なんかそんな感じでしたけど、ちょっと とこの辺りで、うんえー、一息つくんじゃないですか、えー。まあ当たり前になってるという状態なんで、逆に、えー、驚きもないでしょうね。やっぱりね。えー いやーということでね、うんえー、今日も大予言がまた当たってしまっている、うん、ということになるわけなんですけど、あ <laughs> あれ、えー 1> あのー、1個質問いいですか、っ、はい、とー今年の格闘業界はあー、格闘大予言ですね、どうなりそうですかこれはですね、はいまあ、まず、まあ、これは我らが井上尚弥選手を抜きにして、はいはい、モンスター,で T, シ、ね、スター T シャツ、ーシャツワウワウで買ったんだ。<laughs> <laughs> もうとにかくね、もう、はい、T シャツは井上尚弥がらみの T シャツを着ないで、はい、もし万が一 NG じゃないや <laughs> もう2023年のバシライブに出たらもう、はいはい、普通の T シャツで出たらもう一生の汚点だと思ったんで <laughs> あー仕込んでると思ってた。 私からネットで検索したんですけど本家本元のストアはですねもう全部売り切れててですね入るのが1か月後とかなんですよ。もっと言うと今作ってるぐらいのものもあったりするんで4巻のやつ。もなんとか探してですねワウワウのエキサイトマッチっていうちょっとマニアックなえそこのサイトでですねあの残ってたんでそれをですねもう12月のどうですかねもう頭ぐらいに僕仕込んでたんですよ。で登録これなら来るっつっつてもうワウワウ ワウワウ取ってないのにワウワウ会員になってネットサイトでもクレカも全部登録してこれでもうポチッつってやったんです来ても待てど待てど来ない在庫あるって書いてあったのにこれでサポート連絡してもなんかあんまりんか「どうもこんにちは」みたいになっててあれっつって連絡っていうかメールですけどこれであれね結構。 結果的に前日ぐらいに届いてるんですよ。うわ、ギリギリ。<う>むちゃくちゃギリギリで、うえー、もう。 これ、も届かなかったらどうしようかなと毎日毎日僕来ないかな来ないかなって中堅8個のように待っててで、ようやく来てですねあの質も結構いいんであの T シャツ僕、聞いてるんですけどそれでなんとかもう一生の汚点を作らずに済んだってえその話じゃない井上尚弥選手の話これはだから2023年はまあ、少なくとも1本はねスーパーバンタム取ります。すか間間違違いいいいななででししょ、ょ でかつあの我らが天心選手。天心選手ももちろん何もしないことはないですからね。二十三年。この間なんシャドウをやってる動画が上がってました。そうですか。もういい感じのシャドウになってました。シャドウ博士としては。パンチ早いな。早いなあじゃねえよ。早いなあじゃねえよ。パンチ早いなあ。早いよそりゃ。もともとむちゃくちゃ早いよ。すべてが。 すままません、差がかりわあでも、天心選手ももちろんボクシングでこれはビッグマッチあるでしょ年末にはいくんじゃないですかいくでしょなので2023年格闘技井上尚弥那須川天心この2つだけを追ってた我々はい、これは幸せな年になると思います幸せってことはこれ何言ってるかっていうと負けないってこと言ってますからね 負けないですよこれ負けないです負けないな天津選手も負けないですはいこれは大丈夫です僕ねお正月にあの見たテレビ番組って二つあってあのまあ駅伝は見たんですけど駅伝はね駒沢大学ねおめでとうございます NHK のプロフェッショナルで井上尚弥選手の再放送だったんですあああれあれ良かったねあれはかっ俺も見たよ当然見たよ当然見てるよはいはい良かったね それはまたもう一回見たんで一,瞬一瞬モチベーションがな,んかなくなったけどはい、はい、そんなことはないみたいなこれが最後です今日だけですうん、うん、みたいなねああいうのもう泣いてましたよ僕は <laughs> 俺も頑張ろうと思って頑張るしかないと思ってもう寝言言わないぞ今日からって思ったあれ見て2回思ったよ、俺再放送も見てるから2回思ったあ,<ー>あ,あのタイミングで。えー そう、ごめんなさいごめんなさいあれねあれおいねえいやますますファンになりましたあれがいいですよほんとああんな人いるんですねバーチャルかなんて最近思い始め完璧すぎるそれなのにリング氏はねパウンドフォーパウンドに選んでないんですよこのおそうなんですか何やってんだとリング氏とおおもうほんとに最近あの、お気に入りの動画があってパウンドフォーパウンドのえっとミット打ちを集めた っていう動画がね。何それ、俺見たことないもん。じゃ、ウシク選手とかいろいろと。はい、はい、はい、はい。え、ミッドウチだけあるの。ミッドウチのやつを。全部、そのランキングっていうか。おお。順位。順位にこう、上がってって。おお、いいね、それ。で、後半に。2位ぐらいのところに。二位にでしょう。井上選手が。出ええ、ちょっと送って、後で。送ってよ。俺、逆に、あの、あれ送るわ。あの、ウエストランドの面白いマ漫才。 1> m 1、ね、m 1の「お花が届いたよ」じゃねえんだよっていうねそれずっと言って面白くなる漫才、えー、僕が一番好きなウエストランドの漫才なんですけど「お花が届いた」じゃねえんだよっていうやつ <laughs> じゃあとで送ります <laughs> 送り合いして、それ。YouTube、の動画。よ。 <laughs> はいということでね、2023年もまあ始まりましたけどね、皆さんね、うん、どんな年になるか分かりませんけども、はい、はい、まあ一応このウェザーニュース NG はね、2人が元気であればまあ続けていこうかなというふうに思ってますんで、はい 1>,、はい、1週間、2週間ですね、うん、はいもうあのこれを励みにですね、うんえー、皆さん、<laughs> 頑張っていただければ <laughs> つくづくね、もうやっぱ体、健康と、まあ平和なね、1年になるといいですね。はい、そうですねはいということで、はい、また次の週までお楽しみに。